ミトコンドリアイブ、ミトコンドリアイブ、マイテコンドリエルイーブとは、人類の進化に関する学説において、現生人類の最も近い共通除系祖先、ザマットリーニールモーストリーセントコモンアンセスターに、大使名付けケラと愛称。約16プラスマイナス4万年前に、アフリカに生存していたと推定され、アフリカ単一期源説を支持する有力な証拠の一つである。 しばしば誤解を受けるが、彼女は同世代で唯一、現世人類に大詞子孫を残すことができた女性ではない。母方以外の系図をたどれば、彼女以外の同世代の女性に行き着くことも可能である。あとのよくある誤解を参照。人類の出アフリカの時期を求める手がかりのうち、年代特定が比較的容易なサンプルの一つであるという以外には、彼女は人類史に、 特別な意味や興味を占める人物でない。カリフォルニア大学バークレー校のレベッカキャンとアラン・ウィルソンのグループは、できるだけ多くの民族を含む147人のミトコンドリア DNA の延期配列を解析した。これをもとに、彼らは、すべてのサンプルを解析し、系統樹を作成した。すると、人類の系図は2つの大きな枝に分かれ、一つはアフリカ人の実からなる枝。 もう一つは、アフリカ人の一部と、その他すべての人種からなる枝であることが分かった。これはすなわち、全人類に、共通の祖先のうちの一人がアフリカにいたことを、示唆する。このように論理的に明らかにされた、古代の女性に対して名付けられた名称が、ミトコンドリアイブである。ミトコンドリア DNA は必ず母親から子に、受け継がれ、父親から受け継がれることはない。したがって、 ミトコンドリア DNA を調べれば、母親、母親の母親、さらに母の母の母の、と女系をたどることができる。この場合、父親の系統を遡ることはできない。またミトコンドリア DNA は組み換えを経ることがないため、個々人のミトコンドリア DNA の違いは突然、変異のみによると考えることができる。突然変異は中立説に基づくなら、 その発生頻度は経過した年月きと相関すると考えられている。すると、二つの民族間で DNA 配列がとてもよく似ているということは、分かれた後に起きた突然変異が少ないということで、より最近に分かれた民族であるということを示す。逆にあまり似ていない配列は、たくさんの突然変異を蓄積してきたと考えられ、古い時代に分かれた遠い民族であるという、 基本的原理が成り立つ。このように、ミトコンドリア DNA の違いの多少を調べていくと、いつ頃、どこで、ミトコンドリア DNA の違いが発生し始めたか、違いが発生する前のミトコンドリア DNA は何時、どこに存在したかが推定できる。すなわちすべての人類の母親にたどり着けるのではないか、と考えることができる。つまり、ミトコンドリア部はより正確に言えば、 現世人類の最も近い強女系祖先だと言える。彼女の女系祖先はすべて現世人類の共通の女系祖先でもある。その中で最も近いのがミトコンドリアイブである。分析の結果、場所的には一人のアフリカの女性にたどり着き、時間的にはキャンラは分子時計の理論により突然変異の蓄積の速度を仮定し、 計算を行ったところ人類の仮想上の共通の母親、約16プラスマイナス4万年前、つまり最大で20万年前に存在すると結論づけた。この論文は科学雑誌ネイチャー2987年に発表されたものである。この論文はダーウィンも推測した人類のアフリカ起源説を裏付ける証拠であった。しかし、後に このような数値には必ずが付きがない場合は信憑性を疑うべきであるにもかかわらず最大値の20万年前が一人歩きし人がそれまでの説より数万年遡り20万年も前から存在したことが証明されたという誤解を生じた実際に対象とした塩基配列数と標本数を比較すると4万年という誤差は妥当な値である この結果は2000年にネイチャー・ジェネティクス誌において発表されたスタンフォード大学のピーター・アンダーヒルとカバ・リス・フォルザラのグループによる父親から息子にノミデンでる Y 染色体を用いた同様の検討によってもほぼ同じパターンが確認された。これは Y 染色体アダムと呼ばれることがある。Y 染色体アダムは6万年前頃に生存していたと見られるが 当然のこととして、ミトコンドリアイブの夫である可能性はない。これらの科学的成果は一般にも大変興味のあるところであり、たちまち広く知られることとなったが、同時に誤解を生むことともなった。特に、すべての人類はたった一人の女性から始まったとするものがある。正しくは、すべての現存する人類は、母方の家系をたどると、 約十二から二十万年前に生きていた、あるミトコンドリアの型をつ女性にたどり着くということで、ある。この二つの言い方は、方向が逆であるだけでなく、本質的に異なる。以下に、その誤解を解くための説明を述べる。ミトコンドリアは、女性からしか伝わらないため、男性は、自分のミトコンドリア DNA を後世に残すことが、できない。また、女性は、 自分が産んだすべての子に、ミトコンドリア DNA を伝えるが、その子らがすべて男性だった場合、彼女のミトコンドリア DNA は孫に受け継がれずに、途切れる。もし子に女性がいても、娘が産んだ孫に女性がいなければ、やはりその家系のミトコンドリア DNA は廃れる。つまりある個人のミトコンドリア DNA が、子孫に伝わるためには、その間のすべての世代に少なくとも一人は、 女性が生まれなければならない。ここで人類のある任意の世代の集団を考えよう。その時の構成員をミトコンドリア DNA について、それぞれがバラバラの家系に属すると仮定する。ここで偶然、ある家系の子孫が男性だけになったとすると、その家系のミトコンドリア DNA はやがて廃れる。逆に、女性が多数生まれた場合、より多く、 ミトコンドリア DNA を残すこととなる。話を単純にするために、仮に人類の総人口が常に安定しているとすると、平均的には各男女から男女一人ずつが生まれる、生き残り、次の世代を残すことになる。しかし実際に一組の夫婦が持つ、子供の数は男女一人ずつを中心に、男性ばかり、女性ばかり、あるいは多数の子供を残す、子供を全く残さない。 というようにばらつきを持って分布することになる。これを人類全体として確率論的に捉えるならば、ミトコンドリア DNA の系統は常に減っていくことになる。これを繰り返すと、いずれかの世代ではミトコンドリア DNA の系統がある時代。ここでは上に上げた任意の世代の一つの系統に遡ることになる。この時点で、この系統以外の女性のミトコンドリア DNA に たどることは不可能となるが、それ以外の核 DNA に関してはこの限りではない。つまり、現在の人類の母親をどんどんたどっていくと、ある特定の型を持つ女性にたどり着く。同時代には違う型を持つ女性が他にもたくさんいたはずだが、家系図の母系だけをたどるのではなく、母系をたどりつつ、たまに父系をたどる、のような遡り方をすれば、 彼女たちにたどり着くこともできる。すなわち、その時代のたった一人の女性から、過去から現在に至るまでの歴史上のすべての人類が、生まれたというわけではないのである。渦で言えば、A6 の女性から、父と父母とたどれば、ミトコンドリアイブと同時代に生き、すでに絶えてしまった系統 C を持つ女性 D2 に、たどり着く。A6 は、D2 のミトコンドリア DNA は、 受け継いでないが彼女の遺伝子の1、16を受け継いでいる。また、ミトコンドリアイブの存在は、単ため生殖的に遺伝する性質に由来するもので、あるため、人類の人口の変動と直接関係するものでも、ない。ミトコンドリアイブは特定の女性を指すのではなく、時代によって変動する。もしも仮に5万年前の人類のミトコンドリア、DNA サンプルを得たならば、 そこから遡ったミトコンドリアイブは現代人にとってのミトコンドリアイブよりも古い時代の一人の女性を指し示すであろう。同様に現代に生きている女性のうちの誰かが数十万年後のミトコンドリアイブとなる可能性もある。ミトコンドリアイブ自身は女系のみを通じてたくさんの子孫に恵まれたという以外何も特別な点はない。男系のみ、あるいは男系。 女系を織り混ぜて通じて、たくさんの子孫に恵まれたものを出れば、他にも存在するであろう。その追跡、証明が現代科学では不可能なだけである。Y 染色体は男子のみに遺伝することから、将来的には男系のみを通じて、たくさんの子孫を残した Y 染色体、アムが発見される可能性はあり得る。だとしたら、ミトコンドリアイ部説にはどういう意味があるというのだろうか 身を言うと、たった一人の女性から、過去から現在に至るまでの全ての人間が生まれた、という根本的誤解に価値ようなインパクトのある意味は、ない。現存する、全人類は、ある女性、正確には特定のミトコンドリアを共通の祖先として、持つということは言えるが、それ自体不思議なことではない。言い換えるなら、現存する、全人類には、共通する、源の祖母が、 かつて存在していたとすることによって解決される問題が多くあるということである。上記のような誤解からラッキーマザーと呼び換える動きもある。すなわち現在全人類に共通するミトコンドリアの最初の持ち主である女性は長い歴史にわたって女系が耐えることの中幸運な人物ということである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。